水品古墳群は、新潟県上越市三枠水下にある古墳群。国の史跡に指定されている。本古墳群は、高田平野の東端にあり、飯田川の形成する、戦場地に位置している。1975年に確認調査と発掘調査が行われ、群集墳のあり方をよく示しているということから、国の史跡に指定されている。現在は、史跡公園になっており、 石室内部を観察できるようになっている。周りは水田化されて、古墳の破壊が激しく、墳球や石室の上半分がなくなっていたが、34基の石室が確認された。そのうち9基について調査が行われている。集合の規模から推定し、計7から10メートルの古墳が多かったと見られている。第21号墳では、吹石が吹かれてはいたが、 噴球の周り全体にではなく、後ろ側約4分の1は吹かれていない。古噴の石室は、すべて無袖形横穴式石室で、石室の長さは4、5メートル前後が最も多く、8.6メートルのものが最も長い。石室幅は0.7から1メートルが多く、中には、原門部での幅が36センチメートルの古噴も、あった。その他に、 長さ1から1.5メートル、幅0.3から0.5メートルで、長小型の横穴式石室が6基確認されている。副装品はなかった。副装品は、自家糖、トース、玉類、ガラス小玉、金管、銀管、水駅などである。ありがとうございます。